はい、えー。今回ですね、アドバンス生からですね、お問い合わせいただいたので回答していきたいと思います。えっ、ー、と、まあ、YouTube の方ですね。まあ、あの、リンク送っていただきまして、運用方法について、えー、教えてほしいと、今後のね。で、チャンネル登録が2人になったということで、おめでとうございます。で、まず、まずやってほしいのが、えー、っと、チャンネル名の変更ですね。 要は、これだと覚えづらいので、あのー、なんだあ、覚えやすい、なんか、パパって、なんか考えてください。これ、なんか、キーワードが3つ入っちゃってるんですよね。宇宙と直感とスピリチュアルっていう。であるならば、うん、まあ、GON の、 GOM のスピリチュアルうんスピリチュアル多分ね話し方からすると何言う,んう,んなんう,うんとダンゴダじゃないなダ合って意味ないなダ合話し合いをすること会合 なんかまあちょっとまとめてほしいですね。うん。うん。まあちょっとなんか自分のチャンネルなので <laughs>、なんかまあパンって1個にまとめるってことですね。うん、で、あとはもう一つが、えー、っと、ホーム画面ですね。こうホーム画面にアクセスしたときに動画がないんですよ。だからこれはあの YouTube のまあ PC からとか見ていただくとか、スマホから見ていただいて、自分がどういう風になってるのかっていうところで、今現状で多分、自分に、うーん、ログインした状態で見てると、ん、その、見方が違うんですよ。だから、例えば、Chrome 使ってるんだったら、シークレットモードとかで自分のチャンネルにアクセスして、ホーム画面に行った時にどう見えるのかっていうのを確認してください。要は これだとホームページにアクセスしたときに何もコンテンツがないみたいになるんですよ。だからこれはもう自分の管理画面、自分のアカウントにログインした状態で YouTube を見ているという状態なので多分。だから一般の人がどう見えてるのかっていうところはやってください。僕自身もそのホーム画面1つの再生リストをまとめて10個こう見て、まあ今プロモーションしてるやつを一番上に持ってきてます。これは多分ドリーム、あの講義の 勉強会でも多分話してると思うんで、えー、それをまず、うん、確認してみてください。これだとホーム画面にアクセスしたときに何やってる人か分かんないですね。動画一本も出てこないんで。だそのホーム画面の、えー、修正ですね。うん。で、あとは動画のやり方なんですけど、僕だったらですよ。僕だったらスピケ行くんだったら、 うんまあ今動画の方に慣れもう多分だいぶ慣れたと思うんですよ例えばマ、まあ、スピ系だったらうんこれはちょっと違うかな、まあ、なぜ生きるとかうん лучинка 三輪さ,、ね、さん、明るい安とかね、三ひろ明るい安を、はい、この、あの、船井総研さん、船井さんですね、はい、船井総研か、これは、はい、生き方、なぜ生きる、なぜ生きるとかね、あと、なんか宇宙系の本もあったな、まあ、何が伝えたかったかっていうと、要は、うんこのパッケージなんですよ。 ー例えばあー、なんだろうな、ディズニーランド。ディズニーランドにお金払う人いるじゃないですか。じゃあ、公園にね、ミッキーさんいたらどうすかお金払います公園にミッキーがいるって公園にミッキーがいる。<laughs> 入場料をくださいみたいな。 あれ、なんでディズニーランドに金払うのかっていうと、そういう箱を作ってるんですよね。ディズニーランドっていう世界観を作ってるんですよ。わかりますでも公園だとディズニーランドの世界観が出ないですよね。ミッキーがたとえいたとしても。わかりますだから、例えば宮城浩さんの本、まあ宮城さんもスピゲーだ,だと思うんですけど、こういうパッケージを作ってますよね。わかりますパッケージ。だから、その見たときにどういう印象を与えるのかっていうとこなんですよ。 で今の動画のやり方だと、じゃあ見たときにスピリチュアルの話をしてるんだけど、スピリチュアルのその感が出ないんですよ。わかりますスピリチュアル感が出てないんですよ。なんかその後ろに洗濯物、洗濯物ではないと思うんですけど、ブワーって、あの生活感がめちゃ出てるんですよね。で、今後その商品を売っていくんだったら、先生と生徒の立ち位置にしないといけないので、ある程度そこの、なんだろうな。 演出は、演出というか、その箱を作って、カバーを作っていかないといけないわけですよ。だからカスタムサムネイルのこれ、編集してるやつも多分一本もないですよね。カスタムサムネイル。カスタムサムネイルをまず作る。一本も多分これないと思うんでカスタムサムネイルね。カスタムサムネイルをしっかり作って、こういう,う、なんだ、表紙をしっかり作るってことです。まず表紙をね。 であとは、動画に関しては僕だったら、まあ、その、うん、まあ、このシチュエーションでは撮らないですね。そのスピ系の商品売るんだったら。例えば、今、スピ系の商品で僕、去年結構見てた人がいるんですけど、桃代さんっていう人がいるんですね。桃代さんだったかな。この方、女性の方なんですけど、セミナーとかもちゃんとやって、やってますね。あの、まあ、コンテンツ、まあ、販売してます。桃代さんです。 でこの人は最初さ、なんかろうそくとか焚いてたかなろうそくとか。まああと椅子とかもなんかちょっとでかいなんかね、とこに座って。だからちょっとだ、ちょっと、ちょっとそれだけで変わるんですよ。<laughs> わかりますちょっとした、そのんだろうな、うーん、気遣い、気遣いというか演出というか何やろうな、スピリ、スピリチュアルの話をするんだったらスピリチュアルっぽくした方がいいじゃないですか。どう思います まあ公園にミッキーいるだけじゃディズニーランド感出ないじゃないですか <laughs>。<ね笑>うん。だからそこは、あの、工夫してほしいですね。スピケ行くんだったら特に。うん。だからまあ、宮明さんも、まあ、たまあ、ずっと金髪でずっとやってますけど、まあ、あれもしっかりなんか、その、作ってるわけですよね、多分おそらく。うん。ずっとあれでいってるじゃないですか。まあ、まあ、キャラクあれでもう、うん じゃああれが何だろうなまあずっと宮城色さんを見てるわけじゃないですけど何だろうなあれがピンクとかだったらちょっとバンドっぽくなるじゃないですかどうすか <laughs> 宮城色さんの髪の毛がピンクだったら多分バンドマンみたいになっちゃいますよ多分ねうんだからまあそういうのをちょっと考えた方がいいですねでそれがもしその演出 部屋で演出みたいのがちょっと難しいんだ,だ多分ねちょっと画角変えればいいと思うんですよね例えば白の背景白の背景のとこに行って撮るだけでもまた全然違うし、うん、ここ,こよりかはねであとはもうぶっちゃけそのなんだ僕,僕だったらもう簡単にやる方法と簡単にやるんであるならばあのなんかその何、うん、だ まあ僕はねちょっと字が汚いので一概に言えないですけどあのまあ字がある程度書けるんだったらその今日の一筆書きみたいなのを書いてでこれのテーマについて今日は話していくみたいなだから自分写さないでそのやつを写していくみたいなだから iPhone こうやってまあこれが自分で作ったその紙なんか手書きでなんかこう一筆書きで書いたみたいなね で、それに対して、まあ読み上げるみたいな、とかでもいいだろうし、まあとりあえず伝えたいのは、その側作ろうぜっていう。うん。だ僕自身も、あのー、まあいろんな動画僕はアップしてるので、まあ僕の、なんだろうな、うん、影響を受けてる部分あるとは思いますけど、うん。じゃあなんで僕が売れてんのかって話なんですよ。うん。 だからどっかででリリカバリーしないといけないいいとけすよね例えば、うん、言葉が下手だったらあ例えば料,料理でねレストラン行ってあまあ料理は普通なんだけど、うん、めちゃめちゃ,しゃあのインスタ映えするような空間だったら料理は普通なんだけどそのインスタ映えする空間を撮りたいみたいなおしゃれみたいなかわいいみたいな。 わかりますもう料理関係ねえみたいなね <laughs> なんかそういう何か何かがダメだったらこっちで補うとかねこっちが OK だったらこっちで補うとか何かしらその全部ダメだったらダメなんでだそれの工夫は絶対必要ですよねうんだからこれで商品売るのはめちゃくちゃ難しいと思いますようんこの感じでね背景が そのな,んだあのなんだ、服がぶわーってね。うん、であと、炊飯器とか、なんか、ね、あるわけじゃん、映ってるじゃないですか。そこは、なんかちょっと工夫すれば、なんとかいけると思うんですよね。うん、難しいっすか。画角変えて、ちょっと、なんかそれっぽくするみたいな。まあ、あと、なんかろうそく炊いてもいいだろうし、そんな高くないだろうし、<laughs> なんかそのスピリチュアルっぽくした方がいいと思います。 でもし編集できるんだったら、ほわーみたいなね、ほわーみたいな BGM 入れるとか、もうそれだけで違うので、BGM、なんか、不安ーみたいなの入れてますけどね。悩みそうだな、悩みそうだ、ほわーみたいな BGM ちょっと入れてるんですけど、なんかちょっとそういう工夫ですよね。うーん。 それがな見受けられないので、ただ今まではその動画を撮るっていうことになれるために、まずは動画をアップロードする、なれるっていうところでやってきたと思うんですけども、もう次のステージ行かないと、このまま運用してたら、多分ただ再生回数がとにかくゼロの動画をひたすらアップロードするっていう形になっちゃうので、今後はその、なんだろうな、そこを改善してやってください。じゃないと、再生数これ以上伸びないですよ。難しいです。 もちろん、ね、なんか100万本とかアップしたらわかんないでしょ <laughs> その境地まで行けば <laughs> うーん。僕もいっぱい動画アップしてますけど、やっぱ、やるときはやるので、ね、やるときはやってますが、今日今も、例えば今もね、 あのコピーライティングの教材売ってますけど、それに関してはカスタムサムネイルちゃんと入れてやってるし、だいたいそのなんか商品売るときはまあ見てもらうためにカスタムサムネイル入れますからね。で、カスタムサムネイル入れてあえて入れなかったりとかする場合もありますけど、商品売るときはカスタムサムネイルちゃんと入れてると思いますよ。うーん。そう、トゥードゥの動画とかは別に入れてないですけどね、もうなんか久保さんとのやり取りとかは。うーん。その 売り上げを作っていくためにどうしたら売れるのかっていうね、これ、これからはそれを意識することが大事ですね。今までは動画アップロードになれるっていうステージだったと思いますけど、もうだいぶ動画もう慣れたでしょうって話なんで、次のステージですね。うん、そう。そこはね、ちょっと気をつけて動画を あの作ってでカスタムサムネイルも今度チャレンジしてないわけですからカスタムサムネイルもちょっと作れるようにまああのなるべきですねだってこの表紙なんで本の表紙みたいなもんじゃないですかうーんであとはそのうーん同じスピーチスピ系のやってる人たちをしっかりベンチマークしてそれをできるだけ真似るってことですねこれ真似 逆にここのメッセージでこれをこの人をこのねスピ系の業界で今ベンチマークしてる人がこれこれいてこの人の例えばねこの人と同じようにやってるんだけどなかなか伸びないんですけど原因何なんですかっていうような内容が書いてないんですよねとりあえずアップしましたっていう形なので少なくてももうライバルがいるわけじゃないですかでうまくいってるモデルがもうあるわけなんでそのモデルをまずは やってみるってことですよね。まずは真似て。うん。だから、僕はスピリチュアルやってないので <laughs>、スピリチュアルでうまくいってる人を見た方が良くないですかうん。まあでも、共通ポイントとしては、やるべきことはしっかりやりますからね。僕自身も、セールするとき、カスタムサムネ入れたりとかしますし、うん。ここがやっぱ、だ基本的なところがまだできてないかなっていうところですね。うん。 そうまあもしここに対してねまあ吉田さん、まあ、僕はまだ話し方をうまくなりたいので別にその何に再生数とか気にせず自分のスキルアップでとにかく話すっていうことを練習してるだけなんですよっていう考えのもとやっているんだったらいいんですけど多分そこはどうなのかなっていう。う 多分まあここのメッセージ見る限りでは売り上げ上げたいところはまあ絶対あるはずなので売り上げ上げたいんであるならばそこは改善していかないとダメですよねうんそう動画を撮ってアップロードするっていうのはあの会社に出社するだけなんですよもちろんねその動画をやったことのない人にが動画やろうとするとその出社することすらしんどいんですけど まあ僕からすると、動画をアップロードする。うん、これは出社なんですよ。の会社でどんな仕事をするかが重要じゃないですか。<laughs> うん。だからまあそこをしっかりやってほしいなと思います。あとはもう本当、ライバルのしっかり見てください,どういうう。どういうふうに演出したりとか、どういうふうにカスタムサムナリやったりとか、どういうコンセプトでやってるのかとか、やっぱそれ見るべきですね。僕だってスピリチュアルやってないけど、桃屋さんってすぐ出るんですよ。 でこれなんでこの人をベンチマークしたのかっていうと、単純にそのセミナーやってんですよ。ね、であとプログラムとか結構やってたんで、あこれちゃんと集客してセミナーやってるなってカスタムサムネイルもなんかそのあカスタムサムネイルじゃなくて YouTube のトップ画面もなんかもう見た,見た瞬間になんか1人でねなんか何,な何百人の前でなんか話してたんで、あこの人コンテンツ販売してるなと思って、じゃあどうやってんのかなーって見てたんですけど。うん であと、去年あたりがちょっと伸び,伸びてたって感じですかね。うんまあ、他にもいっぱいいると思いますよ、スピー系は。うん、だからそこら辺のをしっかりと、あのまあ、男性の方もね、いますから、男性の方も見てもいいと思いますし、うん、だからどちらかというと、ターゲットがあの女性になりません男性でスピーいける人って少ないと思うんですよ、割合的に。どう思います まあこれは僕データ見てないんでわかんないですけど多分スピ系の話聞きたいのって男性もいますよいるけど割合的に女性じゃないですかペルソナは多分 <laughs> じゃあ今のシチュエーションで女性受けするかっていうと難しくないですか,だからそういうそのペルソナもしっかり考えるべきだしうんスピ系で行くんだったらうんでスピ系で行ってしっかりと自分のコンテンツ売るんだったらやっぱそこは あビジネスとしてやるんだったらそこは必要ですからね。うん、ただ、動画を、ね、これだけアップロードできるようになったっていうのはかなり進歩あると思いますので、まあ、あとは次のステージですよね。次のステージとしてそこをしっかり考えて運用していってほしいなと思います。うんはい、ということで、いろいろとお伝えしましたけども、えー、回答とさせていただきます。ありがとうございます。